例えば自民党を倒すために、政権交代を起こすために、野党が一つになっていくってことは、これは重要なことなんです。重要なこと。けど、今手つないでも、私は意味がないと思ってます。どうしてかって言ったら、自民党にちゃんと対峙していきながら、とことんまで戦うっていう姿勢は、残念ながら野党の中にはないから。どんだけ悪い法律でも、もう時間切れだなってことで採決に応じたりとか、どっちかって言ったら物分かりのいい野党なんですよ。自民党にとっては何も脅威がないんですよ。だからオウンゴールばっかり表に出てくるんです。自民党が野党時代、民主党政権になって自民党が野党になった時ってどんな感じだったかって言ったら、むちゃくちゃややこしい奴らだったんですよ。こんな小さなことでも大問題だっつって国会を止めたりとか、とにかくあいつらは頼りない、あいつらじゃ物事が前に進まないんだっていうことをずっと言い続けたんですね。結果どうなったかって言ったら、決められない奴らだっていう。民主党政権がいけてたかいけてなかったかって言ったら、いけてなかった部分もあると思います。私自身が民主党政権に怒りを感じて立候補しましたから。もちろん自民党にその後変わるかもしれないっていう恐怖感もありましたよ。だから自民も民主も私の中では、はっきり言っちゃえば任せていいとは思ってない人たちなんですよ。で、話戻ると何かって言ったら、今の国会運営の中で毎年いろんな法律が通るわけですよ。でもその中には、これ通ったら後々みんなの首締まるやろうとか、国の在り方が変わってしまうだろうとか、そんなものいっぱいあるんですけど、そういったものに対しても徹底的に最後まで抗うってことはしたがらないんです。もう委員会でここまで議論したんだから、もうこれ以上は引っ張れないだろう、俺たちは数が少ないしやれることは限られてる、だったら体張りゃいいじゃねえかよって、委員会室前にピケ張ってでも入れないとか、いろんなことを過去の国会でやってきてるんですよ。数が少ないからやれないってことにならない。数が少ない時こそやらなきゃダメなんですよ。私そう思うんです。数が少ないってことで甘く見て、とんでもない法律通そうとするわけだから、簡単に通るだろって、それと引き換え、その荷物受け取んのって皆さんになるんですからね。まあ、数々通ってきますよ。集団的自衛権の行使容認とか、ありえない話なんですよ。つまり何かしたら、アメリカが中国と何かしら喧嘩が始まったって話になった時に助太刀に行けるんですよ。でもアメリカも中国も直接それぞれやり合ったとしたら、日本が中国を例えば攻撃したとしたら、中国してみたら日本から戦争を仕掛けられたことになるんですよ。だから絶対助太刀とか余計なことしちゃダメなんですよ。はっきり言っちゃえば、日本の死生下で起こっていることだったらまた話は別だけども、遠く離れたところにまで日本が出っ張っていくとかやっちゃダメなんですよ。何よりも自分の国を優先に考えなきゃダメなんですよ。けれども残念ながらアメリカの日本はこれ植民地的な立場だから、言うこと聞くっていうか、逆に忖度していくってことをずっとやってきてるわけですね。話がちょっとそれたようにも思いますけど、同じベースの話です。集団的自衛権だけじゃなくて、例えば大企業に対して減税を進めていく一方で、皆さんには増税だったり社会保険料を負担を増やしていくとか、それだけじゃなくて、死ぬまで働け定額でということが可能になっていくようなことを前に進めたり、働き方改革、何かしたら高度プロフェッショナル制度、年収1000万以上稼いでる人たちは、事実上残業代はなしだっていう話なんです。ああ、自分関係ないわ、300万しかもらってないからって、それで済む話じゃないんですよ。その年収要件は国会の審議なしで、省令だけで、大臣が認めるだけで下げていけるんですよ。つまり何かしたら、狙いは何かしたら、これは大企業から票や金をもらって動き続けている者たちがこの先何を目指しているかしたら、残業代ゼロっていうラインを下げていくんですよね。これって今でさえ残業代もらってないから関係ないって人、そんなことないんですよ。どうしてかって言ったら、万が一自分のメンタルだったり体だったりってことを仕事のやりすぎで壊されたときに、後々裁判できるじゃないですか、やろうと思えば。でも仕組みがそうなってしまったら裁判ならないんですよ、もうこれ。それだけじゃない、
他にもこの国においての非正規労働者というものを爆発的に増やしていくようなこともやってきたわけですね。それだけじゃない、海外から安い労働力を大量に呼び込むことが可能になるような法改正だったりとか、この10年の間に今言ったこと全部やられてるんですよ。安い労働力海外から入ってきたら OK だねって話にならない。どうしてかって言ったら、この国で単純労働だったり言われてるもの、そこに従事してる人たちは安い方に仕事を取られていきますよ。逆に言ったら賃金の下降圧力を強めていく存在が外から入ってくるってこと。外から入ってくる人たちが悪いんじゃない。外から入ってき、外から人を安い労働力を入れて、この国の生きている人たちの労働条件をさらに壊そうとしている者たちが悪いんですよ、これは。それを求めてんの誰かって言ったら、その筆頭が、やっぱ経団連なんですよ。経団連に金と票で政策を買われ続けてるわけですね。じゃあそういった時にどこまで戦うかって考えたら、野党側が委員会でギリギリまで時間いっぱい頑張りましたっていうことで、私は進んでいい話じゃないと思うんです。とにかく最終最後まで体を張りながら、半年でも国会が不正常になっても構わないと思うぐらい戦わなきゃダメなんですよ。じゃなきゃその法律の持ってる意味合いだったりとか、それが社会に適用されていったときにどんなことになるかっていうことをみんなの中で想像できるぐらいにまでやっぱりやらなきゃダメなんですよ。国会が不正常化するっていうことは、マスコミが取り上げざるを得ない。毎日のようにその中身について議論が生まれるような番組の中でも状況になっていくってことを作っていかなきゃダメなんですよ。数が少ないから、これまでの議会制民主主義の中で設けられたルールの中でやっていくのが筋だろうとかっていう人いますけど、ずいぶんのんきなこと言ってんなと思いますよ。多くのものが散々奪われてきたこの30年の間で、未だにその余裕を保てられるのはあんたの生活安定してるからちゃうかとか私思っちゃうんですよ。やっぱり今あの自民党公明党政権を下して新しい社会を作っていくってことをするためには、今の野党第一党を中心として野党じゃ無理なんですよ。無理。そんなことができるんだったら、もう30年もこの国は停滞してないし、貧困も拡大してないし、社会が地盤沈下なんてしてないんです。私からしてみれば共犯なんですよ。その者たちが力を合わせますっていう時は必ず選挙の時なんです。それ何のために力を合わせるかって言ったら、自分が選挙区で勝てるようにするためでしょ。自分の職安的活動のために力を合わせるなんて何の意味もないんですよ。民主党政権に裏切られたと、消費税増税はしないと言いながら増税もしたし、 TPP にも道を開いたし、さまざまなことで裏切り続けてきた民主党政権に対してもう政治はいいって諦めた人たちいっぱいいるやん。じゃあ次のタイミングで立憲民主党と維新党とか、そういう野党のもしも連合体ができてひっくり返しますみたいなことになったとしたら、私はまたそこで裏切られるんだろうなと思うんです、その先に。だって今の自民党よりも穏健派の自民党に過ぎないじゃないって私は思うんですよ。立憲民主党のね、中心は維新に関しては自民党よりもよりハードな新自由主義ですよ。そうなった時に一度政権交代できたとしても、その先はもう一回交代させようなんていうエネルギー残らないですよ、人々の間に。私はそう思ってます。じゃあどうするんですかってことだけど、今の野党の塊の中で私たちが数増やすしかないんです。数増やせば何ができるかって言ったら、国会の中で活動するときにおいても私たちを巻き込んでいかなきゃならないっていう状況を作るしかないんですよ。そうすれば何ができますかって言ったら、国会の戦い方であったり、他にも例えば自分たちの野党の塊の政策であったりっていう部分にこれ関与していけることになるんですね。今は関与なんてできない、逆に言ったら潰したれと思ってる。だから懲罰動議出るわけでしょ。うちの串渕真理とか除名一歩手前まで行きましたからね。本会議場で43兆円の軍備拡大みたいなこと、中身なんてほとんど決まってないのに金額だけ決まるんですよ。能登半島は放置状態でしょう、はっきり言えば。今ね、あそこにバンと金つけると、能登半島の復興にまずは3兆円やとか言わないですからね。まずは予備費から47兆円ほどの支出をいたしましてみたいな、
で、2週間ぐらい発災後、現地行って、1000億円をですね、みたいな話になっちゃってる。何をもったいぶって話しとんねんと。43兆円もの巨額の予算っていうのは、重工業系。もちろんね、ミサイル作ったりとかっていうことを大々的にやっていくわけだから。ある意味でこれまでお世話になって、金ももらってる、票ももらってるっていう人たちに対しての大幅な恩返しなんですよ。こういう武器の製造っていう部分に関してね。で、もう一つはアメリカ様に向けて武器を買わしていただくっていう。海外から支配されている者たちに対しての恩返しと、国内で支配されている者たちの恩返しのために43兆円のものを数年に分けて金出していくっていう話。そんなことあっさり決まるような国会で、でもこれ野党絶対許しちゃダメな案件なんですよ、本当は。けれどもスッと通っちゃう。けしからんとは言うけれど、体は張らないみたいな。ごめんなさいね、話があちこち行ってるように思うかもしれないけれども、ベースは一緒です。根本は一緒。何が言いたいかってことだけれど、一緒に戦ってワンチャンかけて政権交代したとしても、社会が壊れていくスピードは少し緩められる程度にしか変わらない。逆に言ったらそこで倒れていく人たちっていうのは大勢出てくると思うんです。それを考えたら、やっぱりもう一回社会を変えるために政権交代だっていうような力っていうのは、エネルギーはもう湧いてこれる状況にほとんどないと私は思ってるんです。だから変な期待は持たせないっていうのが一番いいんですよね。私はそう思ってます。一番は私たちの数を増やし、野党の中で本当に強い野党を作っていくための核となっていくっていうことを、まずはやらなきゃいけないことじゃないかな、そう思ってます。で、その支持者の方々がああだこうだっていうのは、もうそれぞれの気持ちなので、もうそこはもう自由にやってもらうしかないかな。文句言いたい人もいるだろうし、なんかこう気に入らないことがあったら、ね、何かしらネットでやる人もいるだろうけれど、私はそういうことはやらないけれども、その人がしたいからやってることだろうから、そこに対して禁止とかっていうような権利は私にはないわけですね。親でもないし、プロバイダーでもないからってことです。もちろんあまりにも目に余るようなことがあるんであるならば、それは関与しなきゃいけない時もあるかもしれないけれど、基本的に皆さんには表現の自由っていう範囲内では自由を与えられてるわけだから、そこに介入するということはなかなか難しい。だからこの野党の間だけでもみんなで仲良くしてさ、みたいなことっていうのはなかなか難しいんじゃないかな。だって永田町でやられてることっていうのは権力闘争ですから、権力を取らなきゃ社会は動かせないんですよ、はっきり言えば。その代理人をみんな選んでるわけですよね。で、自民党がすごいところは、この権力を必ず取り戻すってことだけの覚悟は強いんですよ。何やっても取り返すんです。だから徹底的に民主党政権の邪魔をしたってこと。子供手当を出すっていう時にも、あれはポルポト派がやってることだみたいな話にしたわけでしょ。むちゃくちゃやな、ほんま言ってることね。それぐらい権力を取り戻さなければ自分たちは何もできないってことをものすごく意識してるし、それを実行してる。私はその一点だけでも尊敬する。逆に言ったら野党の気概のなさだったりとか、戦わない姿っていうのは私は失望し続けてます。だから自分で旗揚げしたんですよ。このままじゃもう変えられないと思って。最後にワンチャンあるとするならば、国会の中に徹底的にやる奴らを集めて人数増やしていく。で、その先の強い野党に向けてやっていくっていうこと以外ないだろうなっていうところです。すいません、ちょっと欲しかった答えと違うかもしれませんけれども、そういうことでした。すいません。日本の企業、すごく魅力あるところいっぱいありますよね。世界の中でも輝いておりました。世界のトップ企業50、時価総額ランキング50、トップ50、これ見てみますね。1989年、まさにジャパンアズナンバーワンのその時期ですね。トップ50の中に日本企業は何社入っていたでしょうか。1位から見ていっても日の丸がよく見えております。全体的に見ればトップ50の中で日本は32社占めてたんですよ。すごくないですか、圧倒的強さね。日本すげえってこのことですよ。そしてトップ50、2024年になるとどれぐらいの状態になっているか、こちらでございます。1位から10位までの間に日本企業は存在しません。11位から25位の間にも日本企業は存在しません。そしてやっと39位、トヨタたった1社だけ。これが今なんですよ、これが今なんですよ。よくここまで日本をむちゃくちゃにしてくれたなっていう怒りを皆さんに持っていただきたいんですよ。国の話をしているけれども、国の中に生きている人たちもボロボロにされてるんですよ。将来に夢持ててるような状態ですか今。
夢も見られない国になったのかって、不安しかない国にどんなイノベーション生まれるんだよって。イノベーションも生まれませんよ、こんな国じゃなかなか。衰退させた政治に責任を取らせる、それが必要なんです。でも一方でこういう形にしてきた者たちが未だに政治の中でこれは力が強いものとしてずっと居続けてるんですね。で、私が怒りたいのは自民党だけじゃないんです。自民党のせいだっていうふうにフルスイングで言えたら気持ちいいんですけど、そうじゃないんです。30年勝手に自民党が勝手なことをやってここまで国が壊れたんじゃない。ぬるい国会にして野党も体張って止めてないだろってことなんですよ。つまりは同罪、国会を職案にするなってことなんですね。体張って止めろよって、着替え見せろよって。ジャパンズナンバーワンをこれもう一度する必要があるんですね。なのでそのためには何か、経済なんです。やっぱり経済、人間の尊厳を守れる社会を私たち令和新選組は作りたい。人間の尊厳を守るために何が必要かって言ったら経済なんですよ。あなたの生活が安定していること、明日を心配しないでいいこと、当たり前のことを当たり前のようにやってくれるような政治をちゃんと作っていきませんかっていう話なんですね。自民党も民主党と名乗る者たちも大して変わらないというような話をしました、まあ、それ言葉だけでふんわり言っちゃうのも何か、失礼に当たるかもしれないので、一応、民主党政権時代にどういったものを前に進めてきたかというようなことを、簡単に言うと、例えば社会保障と税の一体改革という名のもとに消費税を上げたと。で、景気が悪い時に消費税を増税するバカな国、自殺国家は一つもないんですよ。逆に減税するんですよ、どの国も。日本だけですね。まあそれを主導したという意味でかなり罪深い。自民党が日本を壊したことは間違いないけれども、民主党も日本を壊したことは間違いがない事実であるということが明らかだと思います。他にも TPP 日本の主権が奪われると言われるまでした、日本の産業を守るというようなことから大きく逸脱し、もうすでに十分自由であるという国際的な取引をさらに大企業、そういうグローバル企業にとってさらに、日本を草刈り場にするためで、日本国内にある企業に関して、近場において帝国主義を完成させるような草刈り場にしていくというような、本当にある意味でかなり悲惨な状況になっていくための、そういったメガ協定ですね。この TPP に対して道筋をつけたのは間違いなく民主党ですから、その後に成立させたのはこれは自民党なんですけれども、まあ、他にもですね、脱原発というような言葉も出てきた時代はありましたけれども、結局何だったかというと、民主党政権時代に行ったのは財界主導の原発、これは再稼働であり、そして輸出なんですよね。それだけじゃなくて、例えばですけれども地方分権とは言葉ばかりで、これは新自由主義的な地方分権、中でも一番立ちが悪いのが PFI ですね。まあ、この旗振り役として、竹中平蔵座長みたいな方もいらっしゃるわけですけれども、でもそういった者たちが力を合わせて日本の、ある意味での国益、財産というものを切り売りしてきた、その道筋を最初につけたのは民主党であると。もちろんそこに補完勢力として自民党と公明党が、力を合わせて日本を壊してきたということは言うまでもありません。令和新選組は、山本太郎は口を開けば金のことばっかりだな、金の話しかしないな、そう言われるんですね。でも皆さん聞いてほしいんですよ。どんなことやるにもお金必要なんですよ。お金は万能な存在ではないですよ。全てを解決できるものじゃない。でもお金っていうのは多くのことを解決できる存在であるんですよ。個人や民間でそれを頑張れって言ったってやっぱ無理なんですよ。限界がある。30年の経済的疲弊、その上にコロナで物価高っていう状況の中で個人と民間に努力を求めたって無理だって。もうずっと努力してんだから、みんなはそう思いません？私はそう思ってんです。頑張ってないのは政治だけなんですよ。ここに対して何をやらしていくかってことは、この国に生きるオーナーであるあなたにもぜひ政治家に、政治にお尻を叩いていただきたいことなんです。まず必要なことは何か、あなたが今日よりも明日よりも明後日、自分に必要なものをちゃんと手に入れられる、消費できる、お金が使えるという状況をまず作らなければなりません。今から自分の賃金上がるように努力するって言ったって、そんなのなかなか難しいでしょ。国があなたのお金を増やすんですよ。つまりは30年疲弊、コロナがあり、
そして物価高になって苦しんでいる状況から国を立て直すためには、まず軍資金、軍資金を国から皆さんにこれ配らなきゃダメなんです。じゃあ国が皆さんに対してお金を配るというやり方に関して様々方法がありますけれども、私たちが求めているものは何か。まず消費税の廃止なんです。これは究極は廃止ですけれども、一歩進むのであるならば消費税 3%、 そういうことでもいいですよ。減税、少なくとも減税は絶対にしなきゃダメ。一番いいのは廃止だっていうお話をちょっとさせてください。でもさ、消費税なんてやめちゃったら社会保障むちゃくちゃになるんじゃないか、そう思われる方いらっしゃるでしょ。心配しないで、あなたが今まで払ってきた消費税はほとんど社会保障には使われていないという話です。こちらです。消費税はじゃあ何のために必要なの。昭和の終わりから令和の始まりまでの間の法人税の下がり具合なんですよ。減税されまくってるでしょ。どうしてこんなに減税が可能になるんですか。こちらです。縦に入った線、消費税なんです。消費税3、5、8、10、消費税が上がる前後見てみてください。必ず同じことが起こります。法人税減税されてるんですよ。こういうことです。消費税は皆さんの社会保障のために必要です。ごめんなさい、これ後付けなんです。消費税が必要な理由は1989年、消費税が始まる前の議論を確認していただければわかります。直間比率の是正、直接税を下げるために間接税を入れた、法人税を下げるために金持ちに優遇するために消費税を導入した。最初は 3% でも今では 10%。 あなたが買い物をするために1割の罰金が取られるのが消費税。納得いきます？あなたが払った消費税は誰を支えるものなんですか？あなたの社会保障はほとんど関係ないんですよ。一部しか使われていないんだから。あなたが払った消費税を支えているのは大企業資本家の財布なんですよ。こんな馬鹿げた話ある？許せないんです。でね、例えばですけれども、消費税って消費に対する罰金だと言いました。消費税増税するたびに社会悪くなるんですね。どれぐらいの消費が減っているかご覧いただきます。こちら見ていただくのは民間最終消費支出減少額、つまりは全体的な消費がどれぐらい下がったかってことなんですけれども、真ん中にご注目ください。リーマンショックです。リーマンショックとは100年に一度の不況と呼ばれたあのリーマンショックのこと。リーマンショックの時にどれぐらい消費が落ち込んだんですか。マイナス4.1兆円、マイナス4.1兆円。左を見てください。消費税 5% 導入した時にはどれぐらい消費が落ちましたか。マイナス7.5兆円。言ってる意味わかりますよね。経済に与える打撃っていうのは消費税の方がリーマンショックを上回るんですよ。むちゃくちゃでしょ。でね、リーマンショック真ん中、その隣見てください。消費税 8%、 消費税 8% に増税した後に消費がどれだけ落ち込みましたか。マイナス10.6%。むちゃくちゃでしょ。リーマンショックはるかに超えてるんですよ。そして消費税 10% はマイナス18.4%。 コロナの影響も含まれてるけど、むちゃくちゃですよこれね。世界の経済政策の当たり前、景気が悪い時に消費に対する罰金は絶対上げちゃダメなんですよ。消費っていうのは回り回って誰かの所得になるから、消費を弱らせれば所得も弱らせて国全体が弱るんですよ。安全保障の問題、世界では景気が悪い時には消費税的なものは下げるんです。減税が当たり前、世界広しといえども景気が悪い時に消費税を上げるような自殺行為を続ける国は日本だけなんですよ。むちゃくちゃ。自国民に対して経済制裁してどうするんですか。全く気が確かじゃないような者たちがこの国を仕切り続けているっていう現状です。ちなみに景気が落ち込んで回復するまでの間にどれぐらいの時間がかかったかを見ていただきます。こちらです。はい、一番左、消費税 5% を導入、それにより景気は落ち込んだ。じゃあ
消費税増税前までに景気が戻るのにどれぐらいの時間を要しましたか。3年9ヶ月だったんですよ。3年9ヶ月消費税 5% 導入落ち込む、そこから増税前に戻るまでにどれぐらいかかったか。3年9ヶ月リーマンショックは、リーマンショックは回復に1年9ヶ月ね。これだけ見てもリーマンショックよりも立ち悪いのが消費税なんですよ。消費税 8% は、消費税 8% は5年経っても回復しなかったんですよ。回復しない上で 10% にも上げちゃったんですよ。結果どうなったか、コロナも重なってそこから4年経っても回復しない、もうどん詰まりですよ。悪くしかなっていかないってむちゃくちゃな話ですよ。じゃあ経済が悪くなることを分かっていてどうしてここまでのことをやるのかって話だけど、さっきの話に戻るんですよ。消費税とは誰のためにやってることですか。あなたの社会保障ほとんど関係ないですよ。これまで人生の中であなたが払い続けてきた消費税、取られまくってきた消費税、これあなたの社会保障にその一部しか払われてないんですよ。消費税が必要な理由は最初に見ていただいた通りのグラフ、大企業に、それとバーターで選挙の時の票、彼らに対して減税、その穴埋めとしてみんなに増税、そのバーターとして企業献金、そういうことでやり取りしてるんです。大人の世界でしょ。でもそれで得すんの誰よ。あなたに関係ある話、全く関係ない。苦しいだけじゃないですか。こんな勝手なことを30年も続けたら国壊れますよ。実際壊れてるじゃないですか。こんな無茶苦茶な状態を変えていくしかないんですね。変える力あなた持ってるからってことなんですよ。でね、気をつけてください。嘘つき多いですから政治の世界には。ご紹介します。消費税を下げる、何を言ってるんだよ、消費税下げるのにはむちゃくちゃ時間かかるんだっていう人たちいるんですけど、嘘つきだって覚えてください。詐欺師です、大体そういうことを言うのは。はい、消費税減税には時間がかかると言ってる者たちが一体どのようなことを言ってるかご覧いただきます。こちらです。岸田総理、消費税についてこれ引き下げるということになりますとシステムの変更をはじめ大きなコストとして、期間が必要になりますみたいなこと言ってるんですね。茂木幹事長、自民党の幹事長ですね。消費税を引き下げると言っても実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまう。はい、そして立憲民主党野党第一党幹事長なんて言ってるか、消費税の減税というのは考えられないと思います。所得税の減税と同じように時間がかかります。はい、この人たち嘘つきなんです。海外事例見ていただきます。何言ってんだよと。イギリスは発表したのが7月8日、実施されるのは7月15日からたった7日間ですよ。たった7日間で減税をスタートさせたんです。でこの時に税率が変わるのはさすがに混乱を生むだろうって話あるんですけど、この時はイギリスの消費税的なもの、付加価値税 20% から 5% ですよ。むっちゃ中途半端な落とし方でしょ。でも 15% 下ってる。 20% を 5% にするって非常に、これレジでややこしないかみたいなことでも平気でやってるんですよ。7日で減税はイギリスで可能になってる。ドイツも28日、軽減税率 2% 下げるとか、付加価値税自体を 3% 下げるとか、アイルランドは23日付加価値税、これすごいですよ、 0.5% 下げるっていうことだけですよね。23日でやってます。これから減税しますと発表してから実際に世の中で減税されるまでの日数を皆さんにお伝えしています。他にも消費税減税に関してマレーシア、これは消費税を 0% にしたんですよね。発表してから実施されるまでの間16日間、こんな状態ですよ。騙されちゃいけない、そういうことです。やればいいんですよ、やるしかないんですよ。30年の経済疲弊にそこにコロナが来て物価高めに来てるんでしょ。そこに対して多くの人々の生活と事業者の事業の継続ということを考えるならば大々的な経済政策を打たなきゃダメなんですよ。消費税廃止、それに対して抵抗があるんだったら消費税 0% でもいいですよ。ゼロにしておけば上げたい時に上げられるでしょ。一回下げたもんなかなか上げづらい部分ありますけどね。
でもそういう形でも全然いいんですよ。今苦しんでる国民を助ける、それが政治の役割じゃないの。私はそう思うんですけど、皆さんはどう考えますか。はい、ありがとうございます。